西村康稔経済産業大臣が今日、湖西市の豊田佐吉記念館や浜松市の浜松フォトニクスなどを視察しました。西村経済産業大臣が訪れたのは、湖西市にある豊田佐吉記念館です。豊田佐吉は、自動織機にとどまらず、自動車など日本の産業の発展に貢献した人物で、西村大臣はその志や情熱を肌で感じていました。浜松市にある光産業の最先端企業、浜松フォトニクスでは、高出力レーザー技術の開発現場を視察。光産業創生大学院大学では、宇宙空間での通信などにも応用ができる技術の開発現場を目の当たりにし、新たな分野に挑戦するスタートアップの精神に触れていました。令和の豊田佐吉、これをたくさん生み出していく、その精神に触れたかったと